続いての企画に参りましょう。続いては兄貴の兄貴、はい、こちらはですね、後輩から兄貴と慕われる森久保さんが尊敬する兄貴的先輩声優は一体誰なのかという森久保さんのルーツを知っていこうじゃないかという企画でございます、うん、これでもさ、なんか俺もなんで兄貴って言われてんの？あ、でも変な話、誰から言い始めたわけでもなく、だから自然と兄貴ってみんな呼ぶようになっちゃったんじゃないですか、やっぱり、うん、なんかこう自分が何やってもいいアドバイスをくれそうみたいな、森久保さんを通して声優の現場をさらに好きになったって人は多いと思います、多分同業の中でも、うん、こういう人がいるから。言いすぎよそれは、言いすぎよ。チワツチュンチュキです。今回は森久保兄さんゲストの最終回。ずっとそこそこペーペーの時から可愛がってもらってて、ちょっとなんか頑張ってるじゃないって褒めてもらえるかなと思ったら、あんたさ本当に狭い芝居してるねって言われて、そんなまんべんない、なんとなく平均点取る、どっかが当たってりゃいいやっていう芝居やってるんじゃダメだって言われて、もうこんな目から鱗でしょ。間違いなく今の自分を作ってくれた一言ですね。それじゃあ本編行ってみよう。今までにない声優イベント開催を目指すおねだり声優フェス。頼りになる兄貴の兄貴は、お願いします。浪川大輔、もしくは鈴村健一。お、割とじゃあ近い同世代、同世代ですよね。電話してまでこれさどう思うって聞くのは浪川大輔が一番多い。へえ、うん、やっぱり、まあ、役者としてもそうだし、会社をやってる社長としてもそうなんだけど、俺はこういうことに関してこういう考え方でこういうふうに返答したいと思うんだけどどう思うとかっていうのを聞くのは、あの浪川君が一番し、そういう意味で頼りにしてるし、なるほど、なんかこう社会的なこととか会社的なこととかで、なんかこれどういうのが常識かも分かんないから。あ、なるほど。すずはあのやっぱコンテンツとか作る方のなんかこう現場での、例えばこういうのどう思うとか、こういうコンテンツどう思うとか、プロジェクトだったりそういうことに対して何かやってみようと思うんだけど、このやり方どうかなとかいうのは、うん、すずかな。鈴村さんとかとその最初に会った時はどういう、何の現場だったかと。ね、僕のデビュー作ですね、レッツエンドゴーっていう。ああ、もう。で、まあ同世代ってことで、で二人とも本当貧乏で、すんごい食べんのよ。大食感なの。そうなんですね。そう。食べるんですね。ね、あんまりイメージなかったね。だからうわーって飲み会毎回終わって行って、俺ら下っ端でみんなの酒作ったりした後に余ったもんが最終的に俺たちの前にドーンって来るわけ。ああ、なるほど。で大概もうすずそれペロッと食べちゃうのよ。どこに入んのっていうぐらい。でそれでも余ったらあのお宮にしてもらってパックに入れてもらって持って帰って、その歩いてる途中にそれも食べちゃうんだって。へー、すごい。なんていう、なんかそういうぐらいの間柄ですね。まあ同世代の兄貴ですね。面白い。ありがとうございます。その一言にガツンときた兄貴の兄貴は、これはね、姉貴です。姉貴なんですね。玉川咲子さんです。はあ、どういうあれで。咲子さん当時僕あの同じ事務所に所属させてもらってて、僕はまあ後輩だったんですね。そんな中で魔術師オーフェンっていう作品で主人公をやらせてもらって、レギュラーで途中から咲子さんが合流したんですね。で、まあ、僕はこうずっとそこそこペーペーの時から可愛がってもらってて、なんとなくこうあの主人公で今精一杯お仕事できてますっていう、こうなんつうの、姉貴にそういうのを見せられ嬉しさってあるじゃない。はい、わかります。合流して初回で、その日特に NG 出すこともなく、バッと終わって、で一緒に電車で当時のマネージャーと3人で帰ろうって言った駅で、サッコさんにちょっとなんか頑張ってるじゃないって褒めてもらえるかなと思ったら、あんたさ本当に狭い芝居してんねって言われて、NG 出さなきゃいいと思ってんでしょ、あのね、まんべんない芝居してんのよって。例えば、ここに向けて
ディレクターがお芝居してほしいっていうあるじゃない、うん、それに対してこうソリッドに行けばあもうちょいずれてるもうちょい左そこあ左ずれちゃった戻して右ここっていう演出ができるけどあんたはこうなんていうの扇形の芝居どっかしら当たる芝居をするから間違ってねえけど芯ついてねえけど NG ではないからみたいな芝居だよって言われたの。もうこんな目から鱗でしょそんなまんべんないなんとなく平均点取るどっかが当たってりゃいいやっていう芝居やってるんじゃダメだって言われてもうね浜松町のホームで言われたの俺もね一緒に電車乗れなかったその後それはそうっしばらくホームで泣いてようかと思ったでも以来やっぱそこで何か目覚めてまあ変な話その俺が何もし癖がある声優だと言われるんだとしたらその日がきっかけです。その一言がきっかけで俺はとにかく一回キャラクターに対してものすごいソリッドなアプローチをするとこから始めたわけでやりすぎって言われたら方向変えようって思うんだけどあんまり言われないからどんどん癖が出てきちゃったその一言が一番ガツンときました。うわそれは確かに、ね、間違いなく今の自分を作ってくれた一言ですね。叶わないなと思った兄貴の兄貴は、まあこれはもう山寺宏一さんですね。あなるほど。やっぱり叶わないというのはどういう、うん、あれなんですか。僕やっぱり20代前半ぐらいの時に初めてお会いしてそれこそ朝のオハスタの、オハスタで一番一緒にお仕事させてもらったあれで、まあ、プライベートもオンもオフも僕は本当にお供させてもらってたから家にも何度もお邪魔させてもらったし、こんだけしかも切り開いてきた人の足元にいて、うん、オンもオフも見れてるんだったら俺は絶対これありとあらゆるとこを山寺さんが盗んで、うん、俺が30いくつ今の山寺さんぐらいの年齢になった時はこの人をさっきの話じゃないけど超えてなきゃダメだって自分に思ってたわけ、でなおかつ山寺さんにできない分野をどんどん増やしていこうみたいな、うん、俺の20代ほとんどそれで終わってんのね。おい、うん、だけどいざ俺が30いくつになったらなっててやっぱ全然超えられてないしさらに先行ってるわけ山田さんって叶わんよ一回俺と松風雅也と山田さんは同じ公開録画の仕事が 2days あって初日が終わって山ちゃんがちょっと俺の部屋で飲もうよっつって松風雅也と俺呼ばれたわけ。あ行きますごめんって俺ちょっとね月曜日 の吹き替えの仕事のこの台本チェックとビデオチェックだけあのしたらあの合流するからっつって部屋でここで飲んでてっつって山田さんちょっとこうなんかちょっと別室みたいなところで台本チェックしてた2時間ぐらい結構俺もマサヤももう出来上がってきちゃってあれもうちょっといや全然山田さん来ねえなと思って一応2時間もいるし逆に、ね、迷惑かなと思って行ったらもう疲れて寝てたのよこうやってだからそんななのになんでわざわざ呼んで飲もうよって言ってくれるのみたいな、あ寂しかっただけなのかなそういう人間性と仕事に対するストイックさと、うんうん、なんかそういうとこはやっぱりねいつまで経ってももう叶わないな。そしてイベントに向けてこんな企画を進めていきたいと思っております。題してフェス用のアニメを作りたい。はい、こちらはですねゲストで来ていただいた声優さんにキャラクターを描いてもらってそれを集めてアニメを作ろうという企画でございます。あすごいねアニメ。はい、そうなんです、テーマはですね架空のハリウッドスターです。声優作のいろんなハリウッドスターを集めて声優フェスではオリジナルアニメを作って上映したいと思っております。そして今回はですね我々2人もついにキャラクターを描こうと思います。私からまず発表していきたいと思います。はい、私が考えた架空のハリウッドスターはこちらです。ドドン、小一森寺です。小一森寺、はい、日系ハリウッドスターでございます君が関わってきた人が全部ミックスされてるような気がするけどもともとはボイスアクターだったんです。あ、そうなんですか。アメリカのボイスアクターだったんですけれども、まあ、今こう実写の方にも挑戦するようになりまして。何歳ぐらいですか。何歳、中間ぐらいで50代です、ね、結構ベテランな51、2ぐらいですね。身長は何センチぐらいですか。身長は、サイズは
間取んなら170ぐらい。やめですよね。あ、170。あ、結構僕らに近い。170です。かつ MC もやっております。かつすごい超マルチスーパータレントですね。そうですね。某アメリカの有名なグッドモーニングで。グッドモーニングという。有名なグッドモーニング。朝の冠番組をお持ちでございます。見たことある。はい。決め台詞か。いいですか。はい。はい、いいですか。もうあの有名な。聞いちゃってもいいですよ。はい。すみません。お願いします。しゃあ、ありがとうございますはい、では続きまして、続いて正解一僕ですね、はい、僕が考えたのはこちらです野原です。野原、野原、野原三角です。切れてるっすね、この人は。怒りたい時にあの出してくれる人なんで。野原、あ、じゃあツッコミ担当になるのかもしれないね。そう、基本ツッコミです。はい、はい、代表作は基本あのどの映画にもいるんですけど、CG なんで怪獣映画にもいますし。あ、そうなんですね。じゃあ大きさもこう伸縮時代時代です、はい、有名な映画のセリフ。そうですね、なんでだよですね。あ、急に面白くなってきたすげえわ、はい、僕も今内心ドキドキしてますこの流れで、はい、いいですか、すいません、はい、日本から向こうに渡った、ハリウッド渡って成功してる、成り上がった、もう大ベテランです、はい、王子エイトさんです出身は どこなんですか。多摩の方だって聞いてましたね、西の方。年は63歳なんで結構いっちゃいますね、はい、なかなかの大ベテランです。大ベテラン、でも日本じゃうまくいかなくて向こう渡ってから、はい、うまくいったって。あ、そうなんです。すごい。何歳ぐらいに向こう渡ったんですかね。向こうはもうね、早かったらしいですよ。もう10代のうちに。ああ、じゃあもうね、その見た目で向こうに渡った、うん、一切変わってないです。一切変わってないですか代表作とかありますか。マイアミキャッツアイっていうね。マイアミキャッツアイマイアミで、マイアミにいるんですね。マイアミで野球チーム作ろうっていう。で、応援団、応援団の役で。応援団なんですか。その役、役だよね。それで火がついた。じゃあそのマイアミの、マイアミキャッツアイ、マイアミキャッツアイ切っちゃいますか。あの有名なね、聞いちゃう名台詞いいですか。はい、すみません、はい、オラんとこ来ないかこれ NFT にして売りましょうかね。というわけで今回はここまで。次回の鬼鉄は、ある日がどうしたいかっていうことが大事だから。ビー玉はあれオーディションだったんですか。オーディション、必勝法とかあんのかな。必勝法があったらマジで聞きたいね、ここで、ね、マジで聞きたい。なんでこのアニメこんな早いんだ。聞いたことそれ誰なんだろうなとか終わる頃に。僕はね、あの面白おかしくやってもらえれば面白おかしく役者っていう職業は、でも、そういう意味ではその声優って面白い人たち、やっぱりこう俊介だったら俊介の得意な役があると思いますし、はい、ギターで持ってあれ